皆さんこんにちは。私は社会福祉法人発行福祉会自分負けたんだ心締めて馬鹿にされて悲しくなってまた誰かのせいにして逃げてそんな自分が許せなくていつか出会える最高の自分惨めな時は笑えばいいさ大事なことは見えていますか寝れやねん話にならんわもうええわ大切な